はいどうもこんにちは、Gです。ということで今日はですね、源田さんがメインの動画となります。いつも使ってるシリーズとはですねちょっと違うんで、ショートが90ではないんですが、全てマックスにしてきました。まさかの源田さん2体持ちっていうね感じになってしまって、これが19年シリーズ1のショートが90と、それと今回育成した今年のシリーズ1ですね。特殊能力全出しで結構ミートも上がって、超チャンスメーカー持ちなんで、まあ1番で使うのがいいと思うんですけど、今回ですね3試合目から、源田さんを1番で使用してるので、ちょっとそこだけご了承ください。じゃあランク戦いきますか。今日のオーダーはですね、少しだけガチオーダーに近いような感じになっております。では行きましょう。さあ行きますか。1番おかわりくんですね。なんかおかわり中毒じゃないけど、おかわりをねなんか常に打ちたくなっちゃってますね最近。めっちゃ楽しいんだよな。おかわりないんだけどね、もうね。あーやばい。あー待って、特能つけてないわ。全部レベル0ミスった。まあいいわ。ちょっとめっちゃ久々、本当に打席立つのはねマジでいつぶりか覚えてない、記憶ないぐらいです。まあちょっと苦手な感じではあるんですけど、よっしゃ数年ぶりのヒット。あ、しかも遠くのつけてねえし、もう撮影始めたら忘れるって、もうもったいねえ。チャンスメーカーしっかりとつけてきました。いいね、結構ミート82で。いやてかさ、甲子園でやっぱね打てないことが多くて、どれだけフェードに頼って打ってるんだろうと思いますね自分で。フェードがないとマジで打てないから。よっしゃ打てるじゃん、最高なんだけど。めっちゃマイナス1、走ろうかな。キャッチャーは、世界の小林選手です。いけいけ、よし。あ、タイピンチ発動しちゃった忘れてた。まあいいか。ほら、あ、ヒット。やばいな今日、マジで打てない日だわ。ちょっとね、気張っていきます。ナックルカーブね。うわ、やばいやばい、あぶねー。いきなり手出しちゃったよ。まあでもいいバッティングでしたね。ここも走ります。梅野選手、いけるぜ、セーフ。いいね、もう得点圏にランナーが進んだ。2球で、そしてホームラン。あ、おかわりチャンスあんぞこれ。あ、ここか。調子上げてかんと。よし、入る？よしよしよし。いや、源田さん、いいね、なんか。やべ、好きになっちゃった。いや、もともと好きなんですけど。うわ、ブーバーもかよ。いきなり爆発しとる。スプリットすくい上げたいんだよね。はい、あ、入んね。ホームランかと思った、今のは。いきます。広角出てるから。うわ、あ、落ちるのか。源田さんの打球と全く同じ。どうだ？いやー、ファールなのね、今の。ほい、今度こそフェアゾーン。あー超えた、危な。前進守備だったか。なんだかんだで源田さんが、3試合連続ヒットで、ミートがプラス13。通信中が長いですけど、こんなにミートでかくなるんだね。ずっと使ってんのにそんなことも知らないっていう、本当に申し訳ないですけど。いやでも守備はマジで一級品だから。ホームランとか打てないですかね。思いっきり引っ張ってみる。うわー、打ってなかったから。アウトコースにビビっちまったわ。よし、4試合連続ヒットで、さらに走ります。これは誰だ、甲斐さん、甲斐選手。あ、これはいったべ。おお、すげえ、盗塁失敗する気配が全然ない。ミスった。うわ、すごいあんなのあんだね。あんな真横取っていくことある。さすがさすが。ワンチャン源田さんにもう一回回る可能性も全然あるしね。おわーい、めっちゃ気持ちいい今の。これでさ、いやないと思うんですけど、源田さんでホームランなんか打っちゃった時はね、多分クソフロテンション上がる。あるとしたら系統の選手でスタミナがなくなってとかならあると思うけど、それ以外まともには多分ないんじゃないかな。うわ、すげえ気持ちいい。これも調子上がってきたわマジ。どうなるかと思った今日の撮影。長打警戒にはまりそう。なんかやば、真ん中か。ちょっと反応しきれんかった。2回の表ですね、1点入っちゃいました。ってことは9点ですね。さあ源田さん流し打ちか。あ、当たり前か。ちげえわ、これチャンスメーカー。あー、ちょっと忘れたわ。やば、え、なんでこんな打てる。なんか全然源田さんでミスしてないんだけど。そうだった、走るの忘れてました。あ、危ない。勝負すっか、甲斐さん来いよ。うわ、あれでアウトになることってあるよね、たまに。やばいぞ、さすがにアウト。マジか、そんな警戒する。よし、ナイス配球だったな。やられたわ、そんな連続で来ると思わんかったから。相当警戒してたね。ってことはあとはもう源田さんじゃなくて9点入れるのが目標とは。ミスったな。あるかね、広角出てないけど。やば、田村さん連発じゃねえこの試合。
9点入っちゃった。ありがとうございました。よし、ラストの試合いきましょう。チャンスメーカーのみ。やば、運命シュートだったな。まあ任してくださいよ、ほぼガチオーダーだから。もう一回回る、回せます。あぶねえ。これはねミスバッティングですね、完全に。まあ左中間だからボールが伸びてくれましたけど、ちょっとでも今のが遅くなるとセンターフライか。超えるんだ。今日なんか珍しいセンター前が。やばい、何やってんの。うーわ、3回表まで来ちゃいました。10点入れたら強制です。超集中モード入るわ。頑張ろう。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。よし、あぶねえ。行くぞ一気に。三振からのタイムリーヒット、完璧でした。嬉しい。うわ、悔しすぎん。なんかうん、ホームランがいい。半分まで来た、あと5点。源田さんが作ってくれたこの3回表だからね。来た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 、ナイス、あるぞ。あ、でもまだ、そっか、ホームランで終わりじゃねえんだよ。あれ、ミスかな、どうなんだろう、わかんねえ、どうなんだろう。あー、なるほど。いやいやいや、でもナイスナイス、入りました。源田さんナイスでした。はい、ということでちょっとね、最初の2試合どうなることかと思ったけど、なんとか源田さんでね打ちまくれました。チャンスメーカーめちゃめちゃ良くなかった。想像したよりもねミートがでかくなって、すげえ打ちやすかったです。まあ今日たまらんぐらい打ってはくれたんですけど、ショートはね源田さんと中地の、まあ、このコンビになると思います、今後も。はい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、マジで高評価今日も欲しいですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイント。おっつけて打ち、どういうきっかけで生まれてくるのかですね。2球目1番バッターが嫌なタイプでしたか。そうね、まあ、どうやって突破口を開くのか。打ち上がりでも嫌なタイプの選手だと思うんですけど、2球目打ちました。3球目打ちます。バッターどうなるか注目していきましょう。打ちました。変化球が決まっています。もう2ストライクです。バッター打ちました、流しました。バッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほど、ね、打ちました。レフトに強い打球、打ちました。いい打球だ。伸びて入った。ホームラン、先制ホームランです。ファイターズ初回いきなり飛び出しました。ソロホームラン、ファイターズ1対0。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね、はい、ちょっと低いライナーでしたが見事に持っていきました。ちょっと低いかなと思いましたけどね、よく伸びましたね。これで1点差となりました。